皆さんこんにちは。私は医療福祉学科社会福祉専攻で教員をしています石井由里子と申します。今日は社会福祉専攻のキャラクターふぐちゃんと一緒に専攻について紹介していきたいと思います。京都工科女子大学の社会福祉専攻は少人数制で、学生と教員の距離が近く、質問や相談がしやすい環境です。また学生の学習状況に合わせて寄り添う指導をしておりますので、学生の授業に対する満足度もとても高くなっています。社会福祉専攻では4年間で社会福祉士と精神保健福祉士の2つの国家資格取得を目指します。また社会福祉専攻の学びには独自の3つの特徴があります。まず1つ目は施設や地域などの現場から学ぶこと、2つ目は医療機関で活躍するソーシャルワーカーを養成すること、そして3つ目が子どもの支援に強いソーシャルワーカーの養成をすることです。これから教員たちが社会福祉専攻の魅力を詳しく皆さんにご紹介したいと思います。それでは岡野先生、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。私は教員の岡野ひろみと申します。よろしくお願いします。早速ですが、皆さんは社会福祉士をご存知ですか？社会福祉士とは、障害がある方や環境上の理由によって日常生活に困難を抱えている人たちからの相談を受け、助言や必要に応じて福祉機関や医療機関などと連絡や調整を行うことで、解決に向けた支援を行う専門家のことです。現在は福祉施設以外にも行政機関や医療や教育機関、司法関係の機関などでも活躍しています。京都工科女子大学の社会福祉専攻では、福祉の現場での実践活動を大事にしています。これは学生が見学や体験をした福祉・医療機関の一覧です。最近では司法関係の施設の見学先も変わりました。少人数だからこそ多様な機関へ、しかも数多く伺うことができます。また京都北部の地域で行われるフィールドワークに毎年参加しています。地域に根ざした活動を体験した学生は、社会福祉士などの国家資格の取得にますます意欲を持って取り組んでいきます。では次は田中先生にお願いしたいと思います。田中先生。岡野先生、ありがとうございました。私は教員の田中清子と申します。よろしくお願いします。ここでも質問です。皆さんは全国の医療機関で活躍している医療ソーシャルワーカーと呼ばれる社会福祉士を知っていますか？医療ソーシャルワーカーとは、患者さんやそのご家族の相談に応じ、病気や怪我によって生じた生活上の問題や課題に対して支援を行う社会福祉専門職です。社会福祉専攻では、医療機関への見学に加え、現場で活躍する医療ソーシャルワーカーを大学にお招きし、医療ソーシャルワーカーの役割について学べる機会を設けています。また、社会福祉専攻では、国家資格である精神保健福祉士の養成を行っています。精神保健福祉士とは、精神疾患や精神障害を抱える人々とその家族の相談に応じ、生活上の様々な問題や課題に対して支援を行う社会福祉専門職で、精神科のある病院や診療所、地域の社会福祉施設、各都道府県にある精神保健福祉センターなどで活躍しています。次は南先生にお願いしたいと思います。南先生、お願いします。はい、田中先生、どうもありがとうございました。ここからは私、南妙子がお伝えします。社会福祉専攻では、特別な支援を必要としている子どもたちや家庭を支援するソーシャルワーカーの養成に力を入れています。皆さんもご存知の通り、子どもたちの中には虐待や子どもの貧困など深刻な状況に置かれている子どもたちがたくさんいます。そんな子どもたちの SOS に気づき、一人一人に合った支援を行うソーシャルワーカーが求められています。また障害のある子どもたちの支援にも目を向けていかなければならないと考えています。
子どもたちのことを知るには、子どもたちと接する機会を作っていくことが何より重要です。社会福祉専攻には地域から数多くのボランティア情報が寄せられます。特に多くの学生が参加しているのが、学内の教室を使って行われている中学生向けの学習支援教室や、最寄りの福祉施設で行われている子ども食堂のボランティアです。地域と専攻とが連携して、子どもたちのために時間を作っています。次は浜内先生にお話しいただきたいと思います。ではよろしくお願いします。はい、南先生ありがとうございました。ここからは浜内彩乃がお伝えさせていただきます。4年生の1年間、特別講義として通常授業内と集中講義とで実施されます。さらに外部の国試対策講座も受講することができます。模擬試験も年間を通じて複数回受けていただくことで自分の実力を確認できます。また効果ナビの機能を用いたり、個別面談を行ったりして個別に勉強方法を指導します。そして自主勉強会も教員がサポートして開催しています。さらには学期ごとにクラスアドバイザーが全学生と面談を行い、学生の状況を把握します。授業に対して不安を感じることや困りごとを抱える学生に対しても丁寧に個別対応します。今度は西川さんにお話をしていただきたいと思います。西川さん、よろしくお願いします。浜内先生ありがとうございました。ここからは私、医療福祉学科実習支援室の西川が、社会福祉士になるために必要な実習や専攻の支援についてお話しいたします。社会福祉士の実習は、福祉施設や社会福祉協議会などで相談援助について学びます。本学で行われている通年型実習では、実習以外の曜日は授業のために大学へ行くので、実習で困ったことや悩んだことを教員や職員に相談することができます。悩みを相談して不安を解消してから次へ進むことができるので、実習での学びがさらに深まります。また実習指導の担当教員とともに、実習支援室の職員が学生の皆さんをサポートします。担当の先生たちにはちょっと言いにくいことでも気軽に相談してもらうことができますよ。実習支援室の隣にはコモンズというスペースがあります。コモンズは学生たちの共有スペースで、勉強したりご飯を食べたりできます。こちらにも職員が常駐しているので、気軽に話しかけていただけます。またコモンズには社会福祉に関する図書も配置してあります。国家試験に関するものや卒論に関するもの、福祉の漫画など種類も豊富です。最後にもう一度石井先生にマイクをお渡ししたいと思います。お願いします。皆さん、社会福祉専攻の魅力が伝わりましたか？社会福祉専攻で学んだ学生たちは、大学で学んだことを生かして福祉の現場を中心に活躍しています。卒業した学生たちの就職率は毎年ほぼ 100% になっています。学生が卒業するときに毎年アンケートを実施しています。アンケートでは、授業や学生生活、教職員との関係についての満足度が毎年 90% 以上を維持できています。これは少人数制だから実現できる満足度だと思います。ぜひ皆さんも、ここ京都工科女子大学の社会福祉専攻で、私たちと一緒に福祉の道を目指してみませんか？お待ちしてます。